地味なようなんですけどね、この事例っていうのはね、非常に重要だと思います。実験大好き MNF です。今回のお題は D スターワイヤーズ X、 一体何が違うのか、アナログ FM どう違う、具体的なメリットは、 D スターワイヤーズ X、 将来を大胆に予測させていただきました。デジタル音声メリットは、デジタル音声、これ世界的なね、やっぱり流れっていうんですか、音声通話におきましても、アナログからデジタルにね、移行中の国が非常に増えてきているような傾向です。例えばですけどね、日本例にしますと、簡易無線、まさにこれが今アナログからデジタルに大幅に移行している最中、ほぼね終わったような状況じゃないかなと思います。デジタル化しての一番のメリットっていうのが、周波数の帯域が狭くてもね、音声通話が可能になったと。従来ですと 12.5kHz 間隔だったのが 6.25kHz 間隔でできるようになると。アナログとデジタルでチャンネル数が2倍に増えると、これがね一番のメリットとされております。日本でもね、やっぱ新サービスということで、この登録局というね、非常に名前がややこしいんですけどね、会員デジタル通信でもね、こういう登録局っていうね、制度が新しく生まれました。こちらの方のね、登録局っていうの、不特定多数と更新しても構わないと。日本にしてはね、非常に珍しい、これレンタルが可能になったと。従来ですとね、誰が使うかわからんようなもん貸しちゃあかんということになると思うんですけどね、機器のレンタルもね、合法になったと。この2つのメリットっていうのはね、非常に大きかったと思います。こういうことが行われますと、やはり新しい使い方とかで、ね、新しいサービスが生まれると。で言ったら、簡易無線の方もね、アマチュア無線感覚でね、電波を遊ぼうという方がね、まあそこそこ増えてきてると。これもね、やはり新しいね、使い方の一例じゃないかなと思います。デジタル音声デメリット、メリットばっかり強調したいんですけどね、このデジタル化って結構ややこしいんですよね。一つ分かってることは、アナログの、まあ、FM 時代ですよね、これに比べますと、デジタル化することによって非常にね、この互換性がなくなったと。デジタル音声って言ってもね、あまりにも種類が増えすぎ、互換性がないっていうね、大きな問題が生まれております。詳しく話すとね、私もね、知識不足なんでね、あんまりお話できないんですけどね、よく言われるのが、まあ変調の方式が使うと、あとはね、この音声をね、圧縮する技術も違うと。で、あとこうやってデジタルの場合はね、通信するための制御方式も違うと。まあ実際もこの辺もね、細かいこと当たっていくとものすごくあるんでね、細部までね、一致させないとね、通信が成立しないと。デジタル通信っていうのはね、個々に仕様が微妙に異なっております。似てるようで似てないのでね、ちょっとでも条件が異なりますとね、お互いに通信することができなくなります。デジタル簡易無線互換性機器、日本のね、音声通話で代表格って言いましたら、デジタル簡易無線だったと思うんですけどね、これ規格上結構曖昧だったんですよ。要はこんなんでね、規格作ったなって言ったら怒られるかもしれないんですけどね、作られた当初っていうのは互換性不十分でした。変調方式もね、国のお達しでは3方式どれ使っても構わないと、この3つどれでもええって言われてたんですよ。でも最終的にはね、各メーカーさんが4地 FSK にね、まとまってきたと。音声の圧縮方式っていうのは特別指示がなかったみたいなんですよ。ただやはりこの辺もね、 AMBE っていう方式と、その他別名アルインコさん特殊方式とかいうね、名前があるそうなんですけどね、基本的にはね、気づきますと各メーカーさんがね、AMBE って言われるこの方式にね、統一されてしまったと。デジタル簡易無線、結果的なんですけどね、まあ、競争原理というか市場主義っていうんですか、個々に違うものを作るよりはみんな仕様を合わせた方がウィンウィンになるだろうっていうような発想っていうんですか、ある意味ね、競争しないといけないんですけどね、逆に同じ仕様にしないと競争にならない、変な形で商売が進むからということで、4地 FSKAMBE みたいな形でね、自然とね、規格が統一されてしまったと。これによってね、まあ、現状は非常に互換性が高いと。どのメーカーさん買ってもかなりね、よくつながると。地味なようなんですけどね、この事例っていうのはね、非常に重要だと思います。アマチュア無線、デジタル音声は、アマチュア無線、もうこれ代表格で言いますとね、このワイヤーズ X、D スター、これ2つあると思うんですよ。ただこの問題点っていうのはね、互換性がないと。これなんですよね。相互に通信することができません。
ともにね、これデジタルなんですよ。で、ただやっぱり生まれと育ちが地と違うと、アマチュア無線っていうね、環境は一緒だったんですけどね、生まれと育ちが異なってしまいました。こちらの方の D スターっていうのがね、変調方式が GMSK と言われる方式。これね、昔の携帯電話に使われてた方式です。現状はね、使われてる通信っていうのはね、この GMSK 非常に少ないようです。ただ、音声圧縮の方はね、AMBE 使っております。片やワイヤーズ X なんですけどね、まず変調方式が違うと。4地 FSK。音声圧縮は一緒なんですよ。AMBE。強いて言いますとね、これデジタル簡易無線に近いね、仕様となっております。ワイヤーズ X っていうのはね、まあ、後発です。汎用技術を活用して、まあ、業界の方向性もね、見定めながらね、まあ、作った企画だと思うんでね、デジタル簡易無線に寄せてきた傾向っていうのもね、この辺がね、理由じゃないかなと思います。ワイヤーズ X、D スター、生い立ち。この辺もね、話すと非常に長いです。詳細のね、事項につきましては、FB ニュースさんの方に、この辺詳しいこと記載されております。ぜひともお時間の方はね、概要欄からそちらの方、記事見ていただいたら分かると思います。まあ、もともとはね、これ、国のね、補助金が出て、将来をね、見据えるっていうことでね、デジタル通信、開発されたような傾向があります。ある意味、これ、先進的な通信を目指したっていうんですか。逆に、プロの通信よりもね、アマチュアの方が先行した事例。まさにデジタル化はね、プロより先にアマチュアの方がね、スタートしたような形でした。いろんな経緯があるんですけどね、一般にはこのネットワークっていうんですかね、まあ、ノード含めて、あと変調方式も含めて、要は D スターと呼ぶと、ここがね、2つまとめても D スターシステムと呼んだ方がいいんじゃないかなと思います。片やワイヤーズ X の方はね、先代のね、ワイヤーズっていうね、ノードを使った通信っていうのがあったと思います。この辺もね、話すと長いんですけどね、アナログの FM を使って、で、制御にはね、DTMF っていうね、プッシュボタンのあの音を使いましてね、コントロールしてたと。当時としてはね、これものすごくね、画期的だったと思います。DTMF とね、やはりアナログの FM っていうことで、やっぱ音質の問題とか、やっぱデータリンクするときの、まあ、手間暇の限界っていうんですか。まあ、こういうものがありまして、ワイヤーズ X に移行してしまったと。基本ワイヤーズ X っていうのはネットワークの方が先にあって、変調方式の方が後に来てると。ネットワークの方はね、ワイヤーズ X。最近はね、変調方式は C4FM をね、まあ、前面に出されてると。八重洲さん的にはね、この2つを分けてるような傾向をね、強く感じております。アマチュア無線、世界の動向。まあ、当然ね、アマチュア無線業界、世界でもいろんな動きがあります。ただ、世界的な動きはね、この DMR もね、結構普及してると。まあ、この DMR につきましてもね、概要欄の方に資料をつけておきます。ヨーロッパのね、まあ、業務無線を中心として採用された企画となっているようです。ただ、日本でもね、業務無線にもね、DMR 結構採用されているようです。変調方式はね、4地 FSK。これ聞きましたよね。八重洲さんの方式と一緒です。で、音声の方もね、AMBE 使ってると。これまた一緒やと。ただ、C4FM に近いんですけどね、互換性がないと。互換性ありそうなんですけどね、互換性がないところがね、デジタルの難しいところとなります。業界団体もね、立ち上がっておりまして、相互互換もね、確認されてると、プロの世界ではね、まあ、そこそこ普及しているような企画となっているそうです。DMR につきましてはね、中華製の無線機に結構搭載されております。で、これがね、めちゃくちゃ安いと。144、430メガのね、モービル機、ハンディ機でもね、2万円から3万円ぐらいで手に入ります。このようなね、無線機、見ていただいても分かると思うんですよ。なんか見たことのあるね、メーカーさん、知ってる方はこの辺有名だと思うんですけどね。まあ、それでもね、見比べていただいたら分かると思うんですけどね、2万から3万円あれば買えてしまうと。もっと安いメーカーさんはあるんですけどね。まあ、それでもね、この価格でこんだけのものが出てくると。ある意味恐ろしいんじゃないかなと思います。海外でもね、やっぱりアマチュア無線化の利用者が多いと。ただ日本はね、非常にね、少ないようなんですけどね。海外ではね、アマチュア無線化の方もね、多数使われているそうです。ワイヤーズ X、D スター、将来どうなる ?D スターさん登場。ここでね、書いてこれかなり怒られそうな気もするんですけど、でも分かってる方も分かってると思うんですけどね。ちょっとね、登場が早すぎたんじゃないかなと。デジタル簡易無線がね、発売された後ならね、きっとね、これ別の方向性があったんじゃないかなと思います。で、あともう一つ気になるのが、まあ、有志の方とかね、あとメーカーですよね。
実際これ中継設備のねシステムを一般的にリフレクターと言われているようなんですけどね、ワイヤーズ X とかね、 D スターのネットワーク、まあこれらのもののね、もうですよね、こういうものがねお互いに協力し合っていくこと、 DMR がねアマチュア無線機の方にも標準に搭載されると。当然ね D スターワイヤーズ X、 それは各メーカーさんが作り上げた企画だと思うんですけどね、この DMR もね標準で搭載されるようになりますと、多分なんですけどね、これデジタル化が一気に加速するんじゃないかなと。まあ一気というてもどこまでの一気が分かんないんですけどね、今よりはね格段に進むと思います。まとめの方させていただきます。ワイヤーズ X、 D スター、まあなんとなくはねご理解いただけたんじゃないでしょうか。ここもね概要欄の方にね資料いっぱい貼り付けときます。もう読み始めるとね丸一日かかってもねわかんないと思います。アマチュア無線のね世界ではね、もうこの現状正直に言いますとね、当分ねこれアナログの FM はね続くんじゃないかなと思います。日本でもね特定省電力デジタル化はされなくてね、あれもそのままね今しばらくはアナログが主流になるんじゃないでしょうか。やはり互換性問題ですよね。何を言いましても相手がいないとね通信できないです。アナログの FM はね非常にねアバウトな設計ですからね、非常に互換性が高いんでね、当分の間はねメリットデメリットいろいろとありましてもね、互換性重視でアナログ FM まだまだ現役だと思います。このままいきますとね、アナログの FM よりまあ D スターとか C4FM の方がね先に停波してしまうんじゃないかなと。まあ停波という表現聞こえ悪くて申し訳ないんですけどね、下手しますとねアナログの FM の方がね一生続くんじゃないかなと私は思っております。やっぱりねスマートフォンとかね LINE と比較しちゃうと、もうこれ申し訳ないですよね、これしちゃうとねアマチュア無線化メンツ丸つぶれなんですけどね、やはり世間一般からしますとねスマートフォンを使いで、そのアプリケーションとしてね LINE 使った場合と比較しますと、若い方の目線で言うとね、正直言うてこれデジタル化のメリットってね若い方から見たらほとんどないと私は思います。ただしねここが重要だと思うんですよ。ワイヤレス人材の育成で、あとはデジタル人材ですよね。有線無線を使ったネットワークの構築技術、それを使ったサービスの検討とかね試行錯誤っていうところではね、これ若い方結構ハマってる方、私も数人知ってるんでね、そういう実験要素だよね、デジタル音声通信っていうのはね、アマチュア無線化のね新しい冒険がねできる場所じゃないかなと思っております。まあぜひともね実用面もそうだと思うんですけどね、いろいろと遊ぶ実験するで、まあ人材を育成するで、若者にね関心を持っていただくためにはね、これ実はねデジタル化っていうのはねパソコンとの接続におきましてはね、アナログよりもデジタルの方がねよっぽど面白いことができると思うんでね、私的にはねそういう目線でねぜひともデジタル音声普及していただければね、もっともっとねこう若い方が来るんじゃないかなとか思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。